過去に小説新人賞で、奨励賞を、受賞した作品、未出版を約30日後にノートで有料で公開して収益を寄付するという企画をやっています。フォロワーが少ないこともあってツイッターで宣伝していますが、今のところ売れる気がしません。はい、良い宣伝方法や戦略はないでしょうか、辛口でお願いしますということで、これは何でしょうかね、収益を寄付するの何か意味があるんですかね。まあ収益を寄付することはすごくいいことだとは思うんですけれども、なんでそんな苦労してそれをやるのかなっていうのがよく分かんないですけど、何か自分の小説を認知させたいみたいな感じなんですかね。売れる気配がありません。まあまあ僕も売れる気がちょっとしませんね。なぜならばその小説が面白いかどうかっていうのが分からないのに、買う気にならないですよね。だからどういう宣伝の仕方をしてるかなんですよ。どういった人に読んでほしいんですかと、まずで、こういった人が感動した、とにかく物が売れる時っていうのはもう基本的には口コミなんですよ。新人賞を取った、一体どういう絶賛のされ方をしたのか、こういうふうに絶賛されましたよ、なぜ新人賞が取れたのかっていうことを明記しないとダメですね。まず他にも自分の知り合いとかに配ってめちゃくちゃ面白かったよっていう感想が必要になってくると思うんですよ。で、何が面白かったのか、ネタバレ寸前みたいな、例えば映画の宣伝する時ってそうじゃないですか、例えばテレビでですね、どうでしたか、もうびっくりしました、感動しました、何々最高みたいなのがあってドーンみたいなありますよね。大してつまらない映画でもあれやるとなんか面白いんじゃないかなってやっぱ思うわけじゃないですか。結局口コミなんですよね。なので、自分がいくら面白いですよって言ってもそれは自分の本で面白くないんであまり読まない方がいいですよっていう人いないんで、基本的には誰も信じてくれません。なのでお店でも何でもそうですけども、だからこそ口コミサイトが流行るわけなんですね。いろんな口コミサイトあるじゃないですか、食べログもそうですし、インスタグラムも実はそうですと。インスタグラムが今流行ってる理由っていうのは、あれを口コミサイト的に使ってる人が多いからです。食べ物をどこで食べようかっていう時に、もう今インスタで検索する人がほとんどじゃないですか。で、食べログがこれから衰退していくなって僕が思うのは、まず食べログの評価っていうのがお金を出せば買えるような状態になっていること、もうこれが最悪、信じられないですよね。だから美味しいお店でも 3.1 とかになっちゃってたり、なんか大したことないなっていうところでもなんか 3.7 とか8とかになっちゃってるところとかあるんですよ。なのでそれをリアルに知ってる人が最近増えてきて、どっちかっていうと Google マップ MEO がいいよみたいに言われ始めたのもそこなんですよ。なので口コミがリアルであるかどうか、僕の YouTube も全部そうです。基本的には僕はお金をいくらいただいても僕が良いと思うサービスでない限りは絶対に紹介しません。で、露出していくっていうことなので、そういうプラットフォーム持ってない方はもう自分のツイッターで宣伝するのか、もしくは他の人に、こういう口コミだからぜひ載せてくれって言うしかないですね。まあそこはプラットフォーム持ってない人の弱みではあるのかなと思います。はい。